バルバラ・セイシャスは、ブラジルのビーチバレー選手である。リオデジャネーロ出身。2012年には、FIVB ビーチバレーワールドツアーの年間、トップルーキーに輝いている。サンドユース世界選手権者となり、出場したシニアのワールドツアーでも数度表彰台に、上っている。2013年に、ポーランドのスタレーや分岐で開催された2013年、 ビーチバレーボール世界選手権では、リリアン・マエストリーにトップペアを組んで、銅メダルを獲得し、同年8月現在の、ワールドツアー獲得賞金ランキングで3位まで、上り詰めた。2015年に、オランダのハーグで開催された2015年、ビーチバレーボール世界選手権では、アガタ・ベドナルズクトップペアを組み、ついに世界チャンピオンに輝いた。翌2016年のリオデジャネイロオリンピックでも、 アガタとペアを組んで出場した。準決勝で、アメリカ合衆国のケディ・ウォルシュ・ジェニングス・エイプリル、ロス・クミオニのゼロのストレートで下し、決勝に進出。決勝戦では、ドイツのルートビヒ・バルケンホルスト組に敗れたものの、銀メダルに輝いた。ありがとうございます。